はい、皆さんこんにちは、三宅智子です。今日はですね、じゃじゃんとこちらスタバを買ってきました。私ね、あのスタバはすごいよく行くんですけど、あんまりね、こうフードを食べたことがなくて、いつもね、飲み物だけで練習とかしてるんですけど、もう食べたいのを、ね、全部買ってきました。まあね、クリスマス限定のとかはちょっと公開する頃にはないかなと思って、1個ぐらいしか買わなかったんですけど、あとはね、定番メニューをできました。もうほぼほぼね、初めて食べるのですごい楽しみです。で、飲み物はね、いつもよく買ってる飲み物をね、使ってきました。はい、今回こちらを食べたいと思います。まず1つ目ですね。1つ目がこちら、根菜チキンサラダラップです。サラダラップね、3種類、4種類ぐらいあったんですけど、こちらの根菜チキンにしました。いただきます。うん、うん、野菜がシャキシャキ、人参とかね、レンコンとかあるんで、結構食感がいっぱい。このね、トルティーヤが抹茶のトルティーヤみたいなやつで、抹茶感がないです。うん、おいしい。ごまの風味とマヨネーズがね、すごい野菜とめっちゃ合ってます。野菜もいっぱい取れるし、結構食べ応えもあるんで、これ朝ごはんとかに最高でした。うん、はい、2個目はですね、こちらが粗挽きソーセージ&スクランブルエッグイングリッシュマフィンです。はい、ちょっとこちら今温めました。いただきます。うん、うん、うん、おいしい。生地固めなのかなと思ったんですけど、すごいさっくりしてる。ね、外側サクッとしてて、この中はね、ちょっとふんわりしてて、うん、このね、ソーセージパテとこのスクランブルエッグ、卵がね、すごいよくマッチしてます。パテも美味しいけど、このマフィンのね、この生地がめっちゃ美味しい。うん、なんで今まで食べなかったんだろう。はい、続いてはハムエッグホットサンドです。はい、ちょっとね、あの焼きすぎてちょっとこんがりしちゃったんですが、いただきます。あ、これもサクサク、おいしい。ね、結構ハムの味もしっかりしてて、この卵とね、チーズとローリーとろけてて、おいしい。朝ごはんとか軽いお昼とかにいいですね。マンゴーパッションティーフラペチーノ、これはね、あのこの時期あまり飲まないんですけど、結構夏とかはね、いつもこれを飲んでます。すごい、もうトロピカルって感じですね。ヨーグルト、ヨーグルト&バナナグラノーラ、朝ごはん食べないんで、あんまりこう朝っぽいメニューを食べることがなくて、初めて食べます。すごいいっぱい入ってる。じゃあ混ぜちゃっていいですかね。ナノマチって、こうかぼちゃの種とアーモン。いただきます。ヨーグルトがすごいさっぱりしてるんで、チップとかアーモンドの味はね、結構引き立ちますね。なんかヨーグルトだけだと食べた気しないじゃないですか、飲み物みたいな感じで。結構すごい食感があるから、食べ応えもあります。うん、すごいすっきりしたヨーグルト、ダイエットに良さそう。
うん、今ねこちらのパンを温めてるんで、その間にケーキ、こちらストロベリー&クリームロールです。他はちょっと定番メニューにしたんですけど、もうクリスマス終わっちゃってると思ったんで、これだけ結構どうしても食べたかったんで買いました。じゃあこちらいただきます。うん、あ、ほんまに、なんか生地もすごいしっとりしてて、クリームふわふわ。いや、このね、甘酸っぱいいちごと甘いクリームがね、ちょうどいいですね。めっちゃ美味しい。超しっとりふわふわですね。クリスマスっぽい。ホワイトモカとソイラテです。ホワイトモカ、どっちもベンティサイズに。やっぱね、ケーキとかこういう甘いのにこのホワイトモカめっちゃ合います。はい、こちらがハモ&マリボーチーズ石窯フィローネです。はい、ちょっとこれもちょっとこんがりしちゃったんですが、いただきます。外サクサク、すごい硬いパンなのかなと思ってたんですけど、めっちゃほくほく、おいしい。ハムもちょっとスモーキーな感じで、チーズとめちゃくちゃよく合ってます。ハムとチーズは間違いないですね。おいしい。パンの味もすごいおいしい。パンの風味とこのスモーキーのハムとチーズが絶妙にマッチしてます。おいしすぎる。続いてビーナソーセージ石窯フィローネです。ソーセージでかい、長い。いただきます。食べ応えありそうです。これ、太いねんな。すごいパリッとしてて、このパンにめちゃくちゃ合いますね。このパンが本当に美味しい。フィローネ、中に、ね、ザワークラウトが入ってます。このちょっと酸味が効いた。お肉の旨味とこのザワークラウトのちょっと酸味とこのマスタードがね、めちゃくちゃマッチしてます。バランスが絶妙です。続いてバジルチキン&トマトモッツァレラ石窯フィローネです。まあ、トマトとバジルとチーズは間違いないですね。いただきます。結構バジル感しっかり。この部分、チーズの部分って食べていくところで、ね、味が変わる感じで、いろいろ楽しめますね。バジルソースの部分とかバジルの香りが強いって感じで、なんかどこ食べても美味しいです。これにしてもすごいしっとり柔らかい。ピローネ3種類完食しました。パンのね、生地がサクッとして中はふんわりしてて、本当に香ばしくて、パンが本当に美味しかったです。で、中の具もあのバランスがすごい全部良くて、パンとのね、ハーモニーがめちゃくちゃ美味しかったです。キャラメルフラペチーノ、なんか飲み物はね、やっぱ甘いのが好きですね。甘々を飲んでますね。はい、そして
チョコレートクリームドーナツです。全部チョコですね。この生地も上にかかってるのもチップも。いただきます。うん、めっちゃチョコ濃厚。うん、中にもね、チョコのクリームが入ってますよ、これ。生地はね、ほんとしっとりもちっとしてて、チョコ感がすごい。チョコ好きにはたまらないやつでした。はい、続いてチョコレートチャンクスコーンです。これはね、唯一買ったことあります。いただきます。うん、うん、ちょっと温めたね、なんかもうチョコがふんわり溶けてて、それがまたいい感じですね。生地しっとり、バターの香りとちょっと溶けたチョコはね、いい感じです。おいしい。結構たっぷりチョコ入ってますね。チョコレートチャンクスコーン完食しました。はい、ちょっと今ねワッフル温めてもらってるんで、その間にね、シュガードーナツ定番って感じですね。いつもありますよね。いただきます。うん、シャリシャリ、クリームがシャリシャリですね。うん、しっとり、あとすごい分厚いですね。食べ応えある。はい、最後ですね、アメリカンワッフルです。ちょっと温めます。うん、なんかすごいもちっとした感じなのかなと思ったら、意外とサクッとしてます。うん、バターの香りがするんですか。そんなに甘くないですね。これだけでも全然美味しいです。でちょっとなんか甘さが欲しいっていう方はソースされた方がいいかもしれない。程よい甘さっていう感じですね。はい、ではアメリカンワッフル最後です。はい、ということでね、フードと飲み物4種類全部完食しました。ほとんど初めて食べるフードが多かったんですけど、本当に全部美味しかったです。これからはね、フードもいろいろ食べていきたいなと思います。定番メニューなんで皆さん食べたことある方が多いかもしれないんですけど、私はね、本当に初めてだったのですごい美味しくて大満足でした。今回こちらのスタバは、7000円分ぐらい購入したんですけど、こちらはセゾンプラチナビジネスアメリカンエスプレスカードで購入しました。こちらのカードがすごいおすすめで、すごいいろんなメリットがあるので紹介していきたいと思います。まず1つ目は初年度の年会費は無料です。そして2つ目が年間ショッピング利用額が200万円以上で次年度の年会費が半額になります。そして3つ目が最高水準の安心と快適海外旅行障害保険、最高1億円まで保証してくれます。他にも国内旅行障害保険最高5000万円まで保証してくれます。健康品損害最高50万円まで保証、ショッピング安心保険も300万円まで保証してくれます。こちらビジネスにもプライベートにも至極のサービス、プライオリティパスの無料登録ができます。世界148カ国600都市に及ぶ1300カ所以上の空港ラウンジを利用できるプライオリティパスに年会費無料で登録することができます。はい、こちらはね、通常年会費が6万円ぐらいかかるので、そちらがね、無料で登録できます。すべてのラウンジで飲み物、新聞の無料サービス、インターネットサービスを利用可能です。はい、
ということでね、かなりお得なカードになってますので、皆さん気になった方はぜひぜひ概要欄にね詳細貼っておきますので、そちらをぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。またぜひ次回もご覧ください。